アクアポニックス。アクアポニックスとは、陸上養殖と水耕栽培を一緒に行っていく方法のことです。魚が毎日餌を食べると排泄物が出ますよね。その排泄物は魚にとって有害な物質ですので、分解しないといけません。その分解作業を行ってくれるのが、水槽内に住み着いたバクテリア軍団です。バクテリア軍団は魚にとって有害な排泄物を、作物が成長するために使える窒素系の栄養分に変えてくれます。このハウスの場合、土壌やホウモロコ、ニシキゴイなどを育てながら、その排泄物を利用して高麗人参を発芽させています。つまり魚からバクテリア、そして作物、また魚へと水を循環させているのです。